新型コロナウイルスの感染者が県内で新たに263人確認され、4日連続で過去最多を更新しました。県は今日午前10時までに新型コロナの検査を1429件行い、新たに263人が感染したと発表しました。1日の感染者数としては4日連続で過去最多を更新しました。 このうちクラスターが発生している県内の保育所で園児など10人が新たに感染し、この施設の感染者は合計で22人となりました。年代別では20代が69人、実0歳未満が47人で、若い世代と子どもの感染が広がっています。